今日のテーマはこれです。ネットの電話帳、またの名は住所でポンですね。昔の電話帳を全部こうやってね、データ化して、検索できるようにしたサービスで、まあ、とっても便利なサイトだと自負しています。こうやってね、ある地域をクリックするとこで、その地域の電話帳が出てくるんですね。で、Android のね、アプリバージョンもあってですね、こうやって、出てくるんですけども、ここにね、例えば、宮部達彦と入れるとですね、このようにですね、僕は住んでた場所が全部丸分かりなんですね。ただあれか、同姓同名の人もいるんで、なんか平塚と高山市に同姓同名の人がいるんですね。で、ちなみにこれね、有料版にするとですね、1993年からずっと今までの電話帳を毎年の分検索できるので、まあ、いくつか抜けてる年もあるんですけどね。そうすると、まあ、ある人の名前なんか調べるとですね、なんか引っ越してる経歴が分かったりするんですね。あと、まあ、政治家とかですね、なんかちょっと今となっては歴史上の人物になってる人の住所なんかも分かってですね、とても面白くて。あとよく使ってるのがね、不動産屋さんですね。登記簿には電話番号って書いてないので、登記簿で土地の持ち主調べて、で住所でポンで電話番号を調べて、まあ、電話して、いろいろ営業をかけると、土地売りませんかとかね、土地買いませんかとかね、そういうことを不動産屋が使ってる、まあ、一番のお客さんは不動産屋ですね。あと探偵の人もいましたね、はい。で、まあ、このサイトを運営してるとですね、まあ、なぜかというかクレームを入れてくる人がいるんですね。あの電話とかでメールとかでね、時々文句言ってくる人がいるんだけども、半分ぐらいは頭おかしい人で、察知しって、ちょっと精神的に病んでる人、ストーカーされてます、自分の住所が出ると困るんです、助けてくださいみたいな人がいるんですけども、そのストーカーっていうのはひょっとして創価学会とかね、在日とか解放同盟ですかって聞いたら、あ、そうなんですって言って言うんですね。まあそういう感じの人だったり、あとなんか精神病院に通ってるとかね、言ってる人とかいたりとかですね。あと、まあ、削除要請って今もう断ってるんですよ。断ったらもうね、無言電話をですね、1時間ぐらい何回もかけては切ったり、かけては切ったりっていう人がいたりとかですね、まあ、どっちがストーカーなんだっていうような状態で。で、まあ、半分ぐらいそんな調子で、まあ、はっちして頭のおかしい人が、抗議をしてくると、半分ぐらいは。それでね、ちょっとね、スズメバチがいたんで場所変えたんですけども、ご存知の方はいらっしゃると思うんですけども、これ、ネットの電話帳、まあ通称住所でポンは、実は京都の方から一応訴えられて、それで、敗訴になってるんです。敗訴っていうのはつまり、情報を消せと、で、賠償金払えっていうことになってるんですね。で、僕はね、この判決に対しては今従ってないんですよ。もう完全無視してます。だから消してもないし、賠償金も払ってないです。で、なんでかっていうのはいくつか理由があるんですけど、一つは、まあ、請求されないからですね。結局、弁護士から何も。この弁護士はね、島崎哲郎っていうね、京都の弁護士なんですけども、ちょうどね、この判決が出た頃に、懲戒処分食らってるんですよ。客から、まあ、その、お金貸してって言って金借りて返してないとかですね、なんか預かり金を返してないとかですね、そういうお金に絡む不祥事を起こして懲戒処分を食らって、しばらく弁護士業務停止になってるんですね。まあ今復帰してますけど、で、まあそういう人に、まあ判決で勝ったからって言って、そういう10万そこらのお金の回収をお願いしようってならないでしょ。そんな人信用できないでしょ。だから、まあ私に対して実際に取り立てようっていうことができない状態なんですよね。で、もう一つの理由は、僕はっちりとこの判決おかしいと思ってるし、で、今状況がまた変わってしまったんですね。判決の理由っていうのが書いてあるんですけども、ハローページっていう、まあ、いわゆる出版物に対してその情報が載せられたことについて、それはあくまで出版物への掲載であって、インターネットへの掲載については同意してないからっていう、まあそういう理屈なんですよ。まあ、
紙の本とネットは違うと、ネットの場合なかなか消えないし拡散されると、まあそういう理屈なんですね。ところが、実は去年著作権法改正されて、今年の1月からですね、こういう紙の書籍なんかをインターネット上で検索可能にして良いと、誰がそういうことをやっても良いと、でその場合に著作権者の許諾は必要ないっていう風な法律ができたんです。実は今年になってね、今もうすでに施行されている状態なんです。これは言ってみればあの Google Books っていうのがありますね。相当物議を醸したんですけども、そういう紙の書籍、図書館なんかにある本を検索できるようなサービスですね。もうあれをもうまあいろいろ外圧があったんでしょうね。それでもう国会が追認したっていう形ですね、ああいうサービスを。とすると、紙の書籍というものをインターネットで検索されるものだという、なんかそういう前提の法律ができちゃったわけです。すると、この裁判所が言ってるね、紙媒体での情報の開示に対する同意ない承諾に過ぎない一般ネットに、インターネットに掲載された情報の複製は、云々とか、もうそのあたりはもう完全に判決の理由となる前提が崩れちゃったんですよ、法律の改正によって。この裁判の判決っていうのがいつまで有効なのかっていうのはなかなか解釈は難しいところなんですけども、まあ法律が変わってこの判決の前提となる条件っていうのはもう今変わってしまったので、だから僕はもうこの判決についてはもう法律上無効になったと理解してます。ここからはね、僕のもう司法の闇というか、今のこの、まあ、表現の自由に絡む問題ということで少々お話ししたいことがありまして、ただ、まあ、最初からもうこの裁判所の判断は僕はおかしいと思ってます。というのもその個人情報だから、人格権侵害だと、個人情報というものを公表することは人格権侵害だっていう理屈自体がまず法律上の根拠がどこにもないと。で、個人情報というものをどこまでの範囲を言うのかっていうこともすごく曖昧なんですね。それこそ全国部落調査の裁判だと地名なんかも人格権侵害に当たるみたいな話になってるんですよ。で、今どんどん技術が進歩して SNS の写真とかね、いろんなものから個人を特定できるっていうことが話題になってますね。だから個人を特定できるような情報っていうのはもう あらゆるところにあって、で技術が進歩すればどん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 そういうものを特定するということも簡単になっていくんですね。でそんな中で個人情報だから人格権侵害だっていうことでね、確たる法律上の根拠なく裁判所がね規制できるのであれば、もう表現の自由なんてもう裁判所の思い通りじゃないですか。まあよくね、弁護士だの憲法学者っていうのがまあテレビに出てきてね、まあそういうプライバシーとかそういうことの問題についてあれはダメだとかこれがいいだとか言うけども、だけどまあ過去の判例をもとにそういうことを言うんだけど、判例とかまあ憲法とか法律の解釈ですよね。だけどじゃあ確たるね法律の条文っていうのは出さないですよ、あの人たちは。自分らの解釈で勝手にやってるだけなので、そこになんかあの国会での議論とかね、民主的な手続きとかそういうものは一切ないんですよ。だからまあ言ってみれば司法界というものが国民の表現の自由を欲しいままにしてると、だからある意味戦前よりも悪いんですよ、こういう状況って。まあ例えば京都アニメーションのね放火事件の被害者の名前を公表しろっていうふうに、まあ新聞各社が警察に発表しろと求めてるんですけども、あれもすごくおかしな話で、警察動向より、まあ、新聞各社はほとんどもう把握してると思うので自分たちで発表すればいいと思うんですよ。で、あれも非常に、ね、根が深い問題で、警察の発表にね、そう依存するっていうのはまずおかしな話なんですよ。警察が発表しようが発表しまいと、マスコミってのは書きたいことを書けばいいんですよ。なんでね、警察がね、そういう、なんていうのかな、表現の自由っていうものをね、新聞社に対してお墨付きするような立場になったんでしょうかね。これってもう戦前以下じゃないですか。警察が発表したものであれば新聞は公に報道していいと。で、まあ裁判所が、何かしらね、法律のこう確たる条文ってもあるわけじゃなくて、あくまで法律の解釈でもっていい悪いを決めると。これってどうなんですかね。これは本当に憲法の基本的人権の考え方に合致してるんでしょうか。これぜひあの憲法学者の方にはね、まあ僕と議論したいと思いますよ。
まあどうせ都合が悪いことは逃げるかもしれないけども、だからまあ住所でポンに関してね、これはすごくね根深い問題を実は抱えてるんですよ、表現の自由というものについてね。住所でポンは消えないでしょ、僕に対してですね、消さないとなんか警察に相談するだとか法務省に相談するとかね、消費者庁に通報したとかですね、テレビとかで問題にするとか言ってる人いるんだけど全くならないんですよね。で裁判所が判決出してみたけども無視してもへでもない状態になってるんですよ。なんでかっていうとそれだけ根の深い問題なんです、これは。あと警察とか役所とか裁判所とか、あとマスコミ各社っていうのも結局この住所でポンに頼ってるんですよ。裁判所の書記官なんかから住所でポンにガンガンアクセスあります。あと NHK からもどんどんアクセスあります。で災害とかなんかがあるとそこの県庁とか市役所からどんどんアクセスあります。もうアクセス記録を見たらもう一目瞭然ですから、裁判所も役所も、新聞社もテレビも住所でポン使ってるんですよ。まあなぜ使うかっていうと、例えば新聞社だと事件の当事者が分かるっていうこともありますし、あと面白いのは災害なんかがあった場合に、例えば崖崩れがありました、橋が落ちました、そういう情報を新聞社が掴んだ場合にただ裏取りしないといけないですね。そういう時に、地図でね、まあ、近くに住んでいる人を探して、でその人の電話番号を調べて、で電話してみて見るわけですよ。 あそこで崖崩れがあったって本当ですかって言ったら、近くの人だったらもう現場に近いわけだからすぐわかるじゃないですか。そうやって裏取りするっていうようなことをですね、某新聞社の記者から聞いたんですよ。そうやって住所でポン活用させてもらったよっていうふうに。でそういうことはですね、もちろん役所もやるわけですよ。災害なんかがあると把握しないといけないですし、あと裁判所の書記官なんかもにしてもですね、事件の当事者とか関係者に連絡取ったりするわけですから、いわゆるね権力を持ってる人ほど個人情報というものをですね把握して扱わないといけないっていうことが生じるんですよ。あとは警察とか公安関係ですね、まあそういう人だったら個人情報なんかすぐね捜査っていう風にすればわかるんじゃないかって思われるかもしれないけども、これが結構大変なんですよ。上司の決裁取ったりとかですね、あるいは令状が必要だったりとかね。でも住所でポンだったらもう一発でその場でポンと検索できるわけですよ。で大事なのはやっぱこういったね強力で便利なものを一部の人が持って独占するってのはおかしいんですよ。今はねネットでみんな情報を自由に発信できるし、まあ、YouTube なんかで動画を発信したりするようなこともできる時代なので、だったら皆さん公平にねこういうデータアクセスできるようにするべきじゃないかと。ということで皆さんぜひこの住所でポンを、活用してですね、様々なこのお仕事をね効率よくやっていければいいんじゃないかなと思います。